こんにちは。今回は、そうですね、生きがいをなくしているロスジェネ世代の人々へのアプローチということなんですけども、生きがいって、ない時期の方が長いんですよ。人生生きてきて。じゃあ3歳の人は生きがいを持ってますかね ?90 歳の人はどんな生きがいを持ってるんでしょうか生きがいは何ですかって聞かれてパッと答えれる人いますかね多分あんまりないんじゃないかなと思いますし、 昔はこういうことが生きがいだった例えば私の場合はね小学校6年生の時の生きがいは菊池桃子ちゃんっていうアイドルが好きだったんですよいやそれが生きがいでしたでアイドルが結構好きだったんで岡田由紀子ちゃんっていうアイドルも好きだったんですよねでも残念ながら菊池桃子ちゃんは今でもいるんですけども岡田由紀子ちゃんは18歳の時に人気絶頂期にサンミュージックのビルから飛び降りてしまったんですよね で、岡田幸子ちゃんがいなくなったからといって、私の生きがいがなくなったからといって、じゃあ私は生きてないかっていうと別に生きてるんですよ。つまり生きがいって、奪われても、突然なくなっても、それとは関係なく、飯を食って、ギャグを見れば笑って、生きてるんですよね。うん、でも生きがいがあった方がなんとなくね、心強いですよね。でも、先ほどちょっとお話したように、私の小学校6年生の時の生きがいっていうのは、 テレビの向こうのアイドルまあその程度のもんなんですよ。じゃあ高校そして大学と進学するに従って生きがいってのはどう変化したかうーん例えば大学生の頃はプロミュージシャンになりたかったですね。そのために毎日練習してでライブを毎月毎月やっていましたチケットを売ったりね大学では軽音楽部に入ったりとか活動してましたそれが生きがいだったんですよ。で 大学4年の時に自分の進路を決めるその瞬間に私の音楽への道は断たれることになりますえつまりどのオーディションにも合格しなかったしプロへの道はなくなったんですよ生きがいがなくなったんですよでも生きてますよねその時私が就職したのはスーパーマーケットでしたスーパーマーケットに別に生きがいはありませんでしたたまたまそこに採用が決まったから行っただけなんですよ 生きいやでもそんなもんなんですよね。生きがいはなくても生きてるんですよ。まあそうやって人生のどこかで生きがいとかってやりがいとかって見つかるんではなかろうかと思いながら歩いていってたまに見つかってそしてそれを失ってっての繰り返しであって生きがいがなくったってねなんか心臓は動くし苦しければ息もするし。 生きてるんですよねだからねまあこういうふうに考えてるんですよもし生きがいというキーワードで人と何か関わりたいなと思ったり生きがいをなくしているロス・ジェネスへのアプローチとしたらねどんな生きがいが自分にあればもっと楽しいかなっていうふうなね問いかけをしていくこともしくは自分がどんな生きがいを持っているのかっていうことを表現していくことね それによってなんか動くものがあるんじゃなないかなと思って期待しますよね、まあ、そもそも自分にとっての生きがいってのは何だったのかなもしくはどんな生きがいをこれから持つのかなってことを考えた時にじゃあ生きがいは1個であるべきなのか50個30個持ってていいのか、うん、そして自分の生きがいがない場合 A さん B さん C さんという他者に目を向けて この人の生きがいは何かなっていうふうに考えること、決めることができるかなと。橋本徹さんって方がいますよね。この人の生きがいって何か私たち知ることがありませんよね。でも毎日生きてますよね。ビートたけしさんはどうですかね生きがいは何なんですかね漫才ですかね何なんでしょうかねまあそういうふうに考えて、この有名人、この芸能人の生きがいはこれに違いないっていうふうに ツイートしてみるのもなんか面白いような気がしますがいかがでしょうかはいじゃあいつもねあのメッセージの方ありがとうございます今回もメールとっても嬉しかったですよ私も頭いろいろと働かしてあの考えてみましたけどもなんだろうなーうん生きがいやるがいロスネ世代私はこういうふうに問いかけてもらうことに答えていく YouTube でねこれがなんか今この瞬間の生きがいなのかなと思いますけども じゃあ YouTube がない時代私に生きがいがなかったかっていうとない時期もあるし先ほどお話ししたようにあった時期もあるんですよじゃあ私が60代になりました生きがいってその頃な何でしょうね想像もつかないですね80代はどうでしょうか生きがいってどこに見いだすのかなロスネであろうがなかろうが生きがいに人は飢えていてそしてそれが同時になくてもなんとなく生きていてみたいな ところなのかなと思いますはい。まあ、アドバイスとしてはねツイッターでこの人の生きがいはこうなんじゃないかなっていう風な空想を発信していくっていうのも一つ、うん、なんか回答を見出せるかもしれない発信の仕方なのかなと思いますねはい。じゃあこんなところでございます私も結構ねこう聞かれるとねなんだろうなと思いながらねなんだろうなと思いながら2本の動画作ってしまいました はいえー、きっかけをありがとうございます。